学校帰ってくるのが遅くなってでちょっとね間に合わんくて申し訳ない。こんにちは奈良木さん、こんにちは本本優さん、こんにちは、かわいいってありがとうございます。前髪切った？そう前髪切りました。どうですか？終わりなき旅さん、こんにちは、こんにちは、お帰りなさいってチャキビさん、お待たせいたしました、ごめんね。タルゴンさん、こんにちは、こんにちは。こっそり30分にしましたね。そうちょっとね間に合わんと思ってごめんね。タカリンさん、こんにちは、こんにちは、申し訳ないです。こんにちは。カズミさん、こんにちは、こんにちは。ヒーローポンさん、こんにちは、こんにちは。はい、ニリュウさん、こんばんはって、こんばんは、ヤッホー、皆さん、かわいいなんて言わないからねって、なんでですか？かわいいですか？どうでしょうか、皆さん似合ってます？どっちがいいかな、どっちがいいですかね。ちょっとね、今日はほんまに、今日は皆さんお待ちかね、メイク配信ということで今日は地雷メイクをしていこうと思います。ちょっとね、よいしょ、イエーイ、地雷メイクしていきます。今日はパッツン大好きありがとうございます。さらに可愛くなる、ありがとうございます。遊びに来たよって、マーモーノーさん、ありがとうございます。この間ぶりですね。ミヤツヤさん、こんにちは、こんにちは。カニミサさん、こんにちは、すみません遅れてしまって申し訳ないです。こんにちは、ヤッホーヤッホー、ありがとうございます。ごめんなさい、ほんまに申し訳ないです。ちょっとツイッターとかで多分言ってくれた方いたんですけど、ちょっと本当にありがとうございます。めっちゃ申し訳ない。こんにちは、こんにちは、やほやほーって関さんやほやほー、ひろさん、こんにちは、こんにちは、ちら、まだ仕事中やからまた後でねって、うわーお疲れ様です。ひろえもんさん、頑張ってください。コンサート前に見に来ました。あ、そっか、コンサートか今日。じゅんくんさん、こんにちは、こんにちは、楽しんできてください、コンサートいいな。こんにちは、こんにちは、三度目まして、三度目まして三度目まして、今日は地雷です。地雷メイクしていきたいと思います。また後でね、と後でね、大丈夫だよ、おかげで可愛い子見つけたからって。どういうこっちゃ、どういうこっちゃ、大丈夫か、やったね、もうすぐ着く、ワクワクって、いいな、行ってらっしゃい。湘南青ピーさん、こんにちは、こんにちは。今日はねメイクしていきたいと思います。今からちょっとねリップも取れて着色ないんですけど、着色っていうか色ないんですけど、はい、全然ね何もできてないので今からメイクしていきたいと思います。ゆってぃさん、こんにちは、こんにちは。ちょっと待ってね、どうしたらいいんだろう、これはこう向きでメイクしていったらいいかな。ちょっとじゃあちょっと待ってな、アンダーライブ見に行くのにもう大阪来てもたって、いや行ってらっしゃい、これからコンサートに行ってきますって、いいな、行ってらっしゃい。かわち、みなさん行くじゃないですか、まあ行くか、行くよね。新パパだって泣いちゃうよさん、こんばんは、こんばんは、昨日ぶりです。新パパさん、コンサートでお星様ってスケブ出してきます、え、しませんやってせんのかい、してください、全然出してきてくださいねギリギリさん、こんにちは、こんにちは。アンダーライブあさってやで、ん、あー、そういうことね、明日なのにもう来ちゃったってことか、早っ。タッチーさん、こんにちは、こんにちは。もうちょっと前髪切ればよかったかな、ちょっとね、じゃあビフォーっていうことで、ビフォーアフターということで、で髪の毛もアイロンするので
マジで全部します。あ、ちょっと服なんかつけようと思ったんですけど忘れちゃった。ちょっと服だけぽいのを着てきたので、ぽいのっていうか、まあぽいのてらいメイクになりそうなの。僕もこれからコンサートですって。いいなぁ、いいなぁ。よし、じゃあちょっとねしていこうかな。ていうかみんな見て、じゃん、筆箱、怠け者です。どうですか、似てません？やっぱりこんな感じでしたよね。可愛いでしょ。例の筆箱です。ほら可愛いでしょ。これあのあれですね、あの前お絵かき配信した時の乃木坂の4期生見た、見てますよ。今1日ずつ、1日ずつっていうか1日ずつ見てますね。怠け者、こっちのペットくんですね、愛用の、愛用ペットくんです。はい、似てるって、似てます、イエーイ、似てるって言われます。似てるって言われます。こんにちは、ヒロさん、こんにちは。めっちゃ可愛いカワウソって、違います、怠け者です。怠け者、多分ネットで、ネットかな、ネットで買ったかな。なんかビレ版にさあるじゃないですか、なんか動物の筆箱。なんか今それ女子高生ってほぼほぼそれやから。今日も可愛い、ありがとうございます。じゃあみんなこれビフォーね、今から地雷メイクしていきたいと思います。ちょっとね頑張ります、地雷メイク。おー、怠け者って、そう、怠け者似てる、似てるかな、似てる、頑張るね。ちょっと今からメイクしていきたいんですけど、まあ、これがビフォーってことで、ビフォー、ビフォーです。全然ね何もしてないんで、ちょっと唇とかリップも取れて、なんか全然色ないんですけど、とりあえず眉毛と、なんだっけ、眉毛だけある、眉毛はちょっとある、まだ残ってるかな、うーん、あんま残ってないかもやけど、今多分アイラインと眉毛ちょっとしてるぐらいですかね。あと肌と感じなので、今からしていこうと思います。おおしちゃん、ごめん遅刻したって、ごめん、大丈夫です、全然。もうこちらこそ遅刻してしまい申し訳ございませんでした。あの本当にちょっと今日学校から帰ってくるのが遅くなってしまったので、できんくてですね、ちょっとじゃあメイクしていきますね。皆さんこんにちは、超初心者さん、リュウさん、こんにちは。メイクしていきます。これはビフォーです、ビフォー、メイクしていくビフォーですよ。撮れた、スクショ。おいちゃんも遅刻したの、そう、こっち5時半から始めちゃったですね、申し訳ございません。皆さんメイクとか、メイクとか、メイクとか気になる、気になるかな。じゃん、こちらに、これがメイクポーチですね。これはね、ミルク、ミルクペット。これで、これ友達からタンプレでもらいました。これにね、いっぱい入ってるので、メイクしていきたいなと思います。はい。いいね、かわいいって、ビフォーちゃんとスクショしたって、スクショしました？みんな、これビフォーね。ふん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 、お星様つけとこ。はい、これで、じゃあ今からねメイクしていきたいなと思います。前髪上げるんね、ほんまちょっと嫌なんですけど頑張ります。アフターなぜか何々できる、どういうこと、どういうこと、アフター
ちょっとねアイロンもして後から髪の毛巻くので、はい、巻いていきたいと思います。どうでしょうか。すっぴんからで優勝、そう、なんかすっぴんっていうほどすっぴんじゃないんですけど、学校から帰ってきてそのまんまって感じ。リップとかはもう全部取れてないですね。眉毛もちょっとも若干取れてきようって感じです。アイラインだけめっちゃ残ってますね。結構くっきり残ってる状態ですかね。まあまあまだ肌とかも今日はまだ全然ちょっと残ってます。でもなんか地雷メイクって、まあ、結構厚化粧じゃないで、厚化粧っていうか結構濃いのでがっつりあのしていくので、一からね最初からやっていきたいと思います。え、女子の方 いますか。お目目キュルンキュルンで可愛い、ありがとうございます。ミリアンさんこんにちは。こんにちは。じゃあメイクしていきたいと思います。普通にね、普通のボアメピンで留めてます。マジで前髪上げてる自分の顔好きじゃないんですけど。私高校の時すっぴんで投稿してたって。こっちも高2の途中まですっぴんでしたね。はい、ではこちら、まずね、普通は日焼け止め塗りたいんですけど、日焼け止めどこ行ったっけ。日焼け止めがないのでもう日焼け止め飛ばして、こちらのザセムのコンシーラーからいきます。はい、女子ですって。おじさんですが興味あります。じゃあちょっと一応メイクの道具も全部紹介していきます。赤さんこんにちは。こんにちは。まあぜひ興味がある方は見てください。たまごんさん星ありがとうございます。嬉しい。このなんかおでこで申し訳ないんですけど、ありがとうございます。星はーってきてる。はい、じゃあちょっと、じゃあ普通にもう紹介していきますね。やばい、これもいらんな。なんかね、前髪だとどれか分からん。全部これも撮っていこう。生徒手帳の写真が気に入ってない法則。もうほんまに生徒手帳はね全部漏れないよね。じゃあこちらコンシーラーから、ザセムのねコンシーラーからしていきたいと思います。はい、ザセムのチップコンシーラーですね。これをまあ、あの言うてね、今日あんまりコンシーラー取れてなくて、でもなんかねクマができてる気がします。これポン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 ってしていきます。YouTuber でいきますね。え、ごめん、ブスになったら。私もザセム使ってるって。そうな、プチプラなんです。ほんまに安いから、安くて全然カバーもしてくれるしみたいな。なんかキャンメイクとかも使ってる人多いですよね。キャンメイクだったっけ。キャンメイクも使ってる人多くて、ティッシュ、ちょっと待てよ、一瞬ティッシュ取ってくるな。よいしょ、お待たせいたした。安くて優秀だよねって。プチプラしか勝たんですよね。フリさんこんばんは。こんばんは。今ただいまねあれしてます、あの地雷メイクしてます。はい、でなんか少ないんやけど、どうせでこれスポンジ使って、ちょっと汚いんですけど、スポンジ使ってこのファシオの何これ、化粧下地エリアリースティーオイルブロッカー01番を使っていきます。スポンジにねつけて、ちょっと待って、ほんまはねこれあんま使わんないけど、マジでもうほんまにマジでちょっとなんだろう、マジで落ちたくないというか、ほんまにがっつりちょっとね、あの普通にダンスのイベントとか出る時ぐらいしかしないんですけど、していきたいと思います。鼻ムズムズする。いい、鼻がムズムズしますね。大仏さんこんにちはって。こんにちは。アッサさんこんにちは。こんにちは。ちょっとごめんなさい、こんな顔で申し訳ない。こんな顔で申し訳ない。どうしよう、もうちょっと塗ってた方がいいんかな。いや、もういっか。まあいいでしょう、いいとしましょう。次、ファンデーション。パウダーはこちら、チャコールですね。
ともあきさん、こんにちは。こんにちは。こちらのチャコールのフィニッシングパウダーマット763、まあちょっとあのホワイトですね、白いやつ。ゼロさん、こんにちは。フロチコのお疲れ様です。宮千代さん、ハートありがとうございます。これです。ちょっと乱取ってください、恥ずかしいので。このチャコールをポンポンポンってしていきます。これね、なんかね、誰が紹介しようと、なんかで見たんですよ。なんか舞台とかこれなんかめっちゃいいらしいっていうか、なんかあんまり落ちんし、やっぱり12周年ライブがあるので18時半には前には抜けまして、あーありがとうございます。全然大丈夫ですよ。としひろさん、こんばんは。こんばんは。ごめんなさい、ほんまにこんな顔で申し訳ない。はい、ゆきまさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。こんな顔で申し訳ないです、ほんまに。はい、これでとりあえず下地が完成で、ちょっとね、順番はね、いまいちね、自分でもよく分かってないんですけど、ちょっと眉毛を描いていきたいと思います。あ、スクショ取れなかったって、え、誰かからもらってください。誰かからもらって、全然、まあまだまだ、はい、まだまだ全然、まあ完成してないんで。こんにちは、フレッシュミューリーさん、こんにちは。よいしょよいしょよいしょ。ちょ、マジでね、眉毛ってほんまに難しいよな。プロ野球ゲームやってました、ゲームアプリでって。ゲームね、こっちゲームね、ほんまにすぐ飽きてまうんですよね。ゲーム絶対続かんくて、なんか入れた瞬間に飽きてしまう。入れてゲームを入れて飽きてしまう、すぐに。入れてゲームをか何起動せずに、なんか、あ、もうなんかいいかもって思ってしまう。50カウント完了、ともあきさんありがとうございます。お肌もともと綺麗、ヌヤにも塗らなくても完成しているって、全然そんなことないです。全然ね、もうほんまにガチで直で見てください。はい、全然綺麗じゃないので、よいしょよいしょよいしょ。はい、どうしたらいい、どうするべき、これはちょっとどうしようかな。ちょ、めちゃくちゃ乾燥しとんやけど。はい、薬用リップはこちらのニベアのリップです。23ハートありがとうございます。これでスクショ取らんとってください。ありがとうございます。ハートは送ります、こっちも。じゃ、次アイメイクしていきます。もうとりあえずアイメイクしていこう。とね、アイメイク、アイパレット、え、どうしようかな。なんかピンク系かオレン、ブラウン系か、どっちにする。ブラウン系でいきますね。ブラウン系でいきたいと思います。ちょっと、はい、こちらクリオの04番の普通のアイパレットですね。ストリートブリック04番ですね。これでのよくあるというか大人気のやつですね。で、これタンプレなんですよね。友達からタンプレでもらったやつ。そうなんですよね。で、こちら、これはな、フランフランのなんかブラシですね。ちゃんとしたブラシ。これも友達からタンプレでもらいました。友達のタンプレがちょっと多いですね。メイク用品はもともと持ってなかったので。はい。で、これでまずこれね、この一番右下の、右上の、じゃ左上か、一番ね、白いやつ、この一番白いやつを使いますね。はい、でアイホール全体にこれを塗っていきます。はい、全然変わんないんですけど、今のところ、こんな感じですね。結構普通に、なんかね、自分眉毛と目の距離が近すぎて、あのアイメイクをしたら
つながっちゃうっていう現象が起きちゃうんですけど。あ、そんで次これ塗っちゃったけど、このその下のやつをなんかちょっとこれも、ま、薄くアイホールぐらいに重ね塗りするぐらいでいいと思います。でちょっと待てよ、ちょっと待てね。そしたらこれのチフレ、もう全部なんや、結構ほんまに安いやつなんでプチプラです。これチフレのグラデーションアイシャドウ74番ですね。これのそろそろ行ってきます、夜また来ますって、ありがとうございますヒロさん、ハートありがとうございます。はい、これのねこの黒の部分をこのなんだろう、あのアイホール全体じゃなくてこの縁にね塗っていきます。これもね結構いい感じになります。はい、これ自分あるかな、どうみんな、じゃん、ちょっと空ほらだいぶ黒くなってきましたね。これ結構ね横にこうも横に塗っていく感じで、しろたんさんこんにちは、こんにちは、どうでしょう、変わってきた、どう変わってきたかな、変わってきたのか変わってきてないのかがよくわからないですが、まあそのちょっと続けていきたいと思います。で、まあ、右も左か左の目も同じようにアイホール塗って、白い部分でねアイホール塗って、その下の部分でもまあちょっとアイホールに塗って、で黒チフレのこの黒入れていきたいと思います。どうなんだろうこれは、できたのかできてないのか、あちょっと待って、涙袋描くん忘れとった、涙袋を描きますね。涙袋はこちらキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ02番ですね。え、このねキャンメイクパーフェクトマルチアイズめっちゃいいので、皆さんこれぜひ、前も今も可愛いよってありがとうございます。これでねここ下の段の一番薄い茶色をちょっと取って、で薄くなんか涙袋して、で次にこの真ん中の茶色でもう一回その線なぞります。で学校とかだったらここでねザ・セムのコンシーラーをこの今描いたところの上の部分にこれ塗るんですけど、でも今日は地雷メイクなのでねちゃんと塗っていきます。こちらなんだろう、アイムミミのスティックシャドウシマー02番をこれ塗っていきたいと思います。このなんかキラキラしてるやつなんですけど、02番が王道らしいですね。前ママも可愛いってありがとうございます。これを涙袋に塗っていきます。そしたらね結構キラキラになるので、結構っていうかはい、キラキラになるのでこちらをぼかしていただきまして、はい完了ですね。でちょっと待ってよ、まだアイシャドウできてないんで、アイシャドウちょっと続けて塗っていくよ。ねここのね三角ここもなんか塗っていくようにしてします。どうどうどう変わりましたかね、結構変わってきた、まだあんまりかな、ちょっと薄いんかなワンちゃん、ちょっと薄いかな、薄いですか、
こんな感じどうですか。結構濃い濃いんかな。なんかね画面で見たらねすごい薄く見えちゃうんですけど、生で見たらまあまあ濃いんですよね。ここにもね塗っていきます。変わってきた変わってきた。はいじゃあとりあえず、まあ、これぐらいでアイメイク一旦終わっときます。またねあの何やったっけ、ちょっと、まあ、足りんかったらまたね、はい、あの付け足していきたいと思います。大仏さん変わってきた。これ次これこのキラキラこのキラキラこのキラキラを目の上に塗ります。ちょんちょん。これはほんまにあの手で指でちょんちょんってラメをのせた方がつきやすいらしい。アイラインはアイラインねちょっと待ってね、アイラインまだせんから。次次何しようと思ったんだったっけ。そう次はさっきねそう紹介するの忘れとったんですけど、アイブロウはアイブロウマスカラ、まあ、これ使ってます。ちょっとめっちゃ剥がれてるんですけど、ヘビーローテーションのカラーリングアイブロウ05番のライトブラウンを使ってます。これめっちゃいいのでほんまにおすすめです、女子の皆さんいいですね。こっちもお友達に紹介してもらったんですけどめっちゃおすすめですね。でこれあのやって乾いたらこれでシュシュシュって溶いてシャ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 って溶きますはい、擬音語ばっかりなんですけどちらって勝者のちらドライメイクしてます。はい、こんな感じ。今そうしたらなんだろう、次はアイライナーですね。アイライナーこちら D アップのリキッドアイライナーシフォンブラウン D アップさんです。これね吉田あかりさんが紹介してた、買ってみたんですけど、これを塗っていくんですけど、まあジェラメイクするのにはこれはねあの薄いので、アイブロウはケイト派。あケイトね買うか迷った。あのねこの下の部分に塗っていきます。こう目を大きく見せるためにこの下の部分に塗っていきますね。はい、この黒目の下の部分だけでいいので、ここでシュッシュッって描いたら目がちょっと大きく見えるかなって先方です。お疲れ様ですって、サワさんお疲れ様です。お仕事ですかね。んでなんかね普通に何だったっけな、自分はこれもともと使ってたのは D アップさん使ってたんですけど、やっぱりね自分的にはラブライナーさんがね一番効果が良かったというか、落ちにくいのはラブライナーさんだなって思いました。裏技やなってわ、いわちゃんさん、がんちゃんさんこんにちは。いわちゃんさんか、そうラブライナーが一番いいですね。ラブライナーのこちら何やっけ、ラブライナーさんの何色だろう、これ何色だったっけな、明るいブラウンだった気がします。あ黒い、うんどうだったっけ、すぐこちらこちら南部にお会いしても拡散お願いします。30日みんな出るっぽいよ。いやそれはみんな出るでしょですよね。ねこれアイライン塗っていきます。アイラインは地雷メイクなので、地雷メイクで垂れ目が垂れ目ですね、垂れ目にしていきます。はい、もともとまあちょっと垂れ目なんですけど垂れ目にで結構思いっきしねがっつり引いていきます。どうでしょう、こんな感じかな。どうだろう、もうちょっと長い方がいいかな。
こんな感じ。こんな感じですかね。っていうかさ、カラコン入れるの忘れとったんやけど、カラコン入れようと思ってたのに。はい、ちょっと待ってな、カラコン入れるわ。さっきちょっとカラコン入れますなあちゃさんこんばんは、あいまるさんこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。地雷メイクしてます、ただいま。ちょっと目外します。怖くね、普通にカラコンなし。カラコンはね、結構ね、茶色めのブラウンのチューズミーさんの、何ブラウンやっけ、まあ、入れていきます。いらんかった。いや、これさっき入れとくべきだったな、絶対ミスちゃった。じゃん、どうでしょう、いい入ったかな。なんか、うん、なんか違和感しかないけど、まあいいわまあいいや。カズさんこんばんは、こんばんは、よいしょ。はい、結構変わってきたことないですか。で、うん、俺だったら30日撮る、30日撮る。目乾いちゃったって、目乾いたかもしれないですね。どうでしょう、こんな感じです。カラコンがちょっとねあれなんですけど。で、次ノーズシャドウしていきたいと思います。ノーズシャドウ、こちらジフレのね、さっきのやつですね。それに普通に付属でついてるチップ使って、この濃いやつでね、あの、はい、していきます。ノーズシャドウ。かぼちゃなかずさんこんにちは、こんにちは、こんばんは。テレテテレテン、テレテテレテン、テレテテテレテレテレテン、テテン、テレテテンテン、テレテテンテン、テレテテンテテン、テテテテテンテン。よしよしよし。こんな感じ。で、これをぼかしていきます。なんか内にぼかしていくといいらしいです。こんな感じです。どうでしょう。鼻高くなりましたかね。でしたら鼻の形浮き出てくるんですよね。綺麗に。おすすめ。でして鼻の形をしていく。マジでおすすめ。毛がねいいよ。こんばんは。いい感じっていい感じですか。ひらこじさんこんばんは。はい、こんな感じ。結構どうでしょう、ノーズシャドウも濃くなって、よし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 。地雷っぽい、地雷っぽいかな、わからん。ただのギャルになってきよう気もする。キンニャさんこんばんは、こんばんは。会場入りしましたって、いいな、楽しんでくださいいいな、いいな、いいな。じゃあ今日は皆さんね、ライブやな。次、キャンメイクのシェーディング使っていきます。こちらシェーディングは05番ですね、パウダー使っていきます。シェーディングはまず、まあ普通にこの顔周り均衡を塗っていきます。
チュララチュンチュンチュルチュチュンはい、ここにもね塗っていってで、うんふんふんふんうんふ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 んってしています。とね、丸顔の方はこここうなんていうのシェーディング入れるといいらしいです。とは鼻下顎口下ここですね、口下に入れます。とはもうここにうっすらもう一回ちょっとなんか気持ち程度にのせとく感じですかね。で次シェーディング全く同じの使ってるってキャンメイクこれ買ったんですよ。シェーディング欲しくてなんかねインスタで調べて買いました。やっぱり安いものしか買ったんですね。あやかずさんこんばんは。こんばんは。どうでしょう、結構完成してきたように思います。でリップです。続いてリップはですね、あーリップを向こうに OK 置いてきてしまった。リップ何色にしようかな。待ってくださいね、リップ取ってきます。北海道から星と50カウント分かりました、ありがとうございます。よいしょ、ですね頭がよいしょがっつりブラウンでいきたいと思います。まずリカフラッシュさんですね、こちら06番のルーブブラウンを塗っていきます。これめっちゃいいですね、可愛い、とっても色が。でもこれ 上唇にリップつかないので、はい、なんか重ね塗り重ね塗りしてください。マー君さんこんばんは。ふみくんさんこんばんは、ありがとうございます。で次すまし顔の口元が女優の飯豊まりさんっていうのはほんまですか。中元さんこんばんは。ドキ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 、どうなるかな。で次これ普通にチフレの748番塗っていきたいと思います。これでね結構あの上の部分とかあのこのリカフラッシュは上の部分ちゃんと塗れないので、チフレでちゃんと上の部分も色がつくように塗ってください。どうでしょうか。なんかついてる、はい、こんな感じ。どうでしょう、どんどんお星ちゃんが可愛くなってくる、ありがとうございます。でこれ続いて何やったっけな、ヴィンテージオーシャンドロム&のウォーターリッシュウォーターなんとかコントかっていうやつです。何やったっけ、ウォーターなんとかティントみたいなのヴィンテージオーシャン04番ですね、こちらを塗っていきます。たらどどどだん完成です。リップで次こちらハイライト入れていきます。こちらセザンヌのパールクローアイライナー01番シャンパンベージュですね、入れていきます。これを眉上 T ゾーンですね、 T ゾーンなんですけどここは塗らないようにしてます。こことここだけ先っちょだけ、ここはあんまり塗らないです。ここのねへこんでる部分とここと鼻先しか塗らないようにしてます。でほっぺ、帽子ちゃんが可愛くてドキドキしちゃうって、ありがとうございます。ギャルなんですけどめっちゃ
で口上顎あとちょっと手に取ってここの目の間に入れます。ちょっと待って、目頭せっかい描くの忘れとった。目頭せっかい描かな。はい、こんな感じどうでしょうか。で最後ね、目頭せっかい描くの忘れてたので目頭せっかい描きたいと思います。ちょっとね、何でもいいので適当にアイライナーで目頭せっかい描きますね。どうでしょう、うっすら見えるかな。うん、ちょっと待って、全然つかんけん、全然つかない。目頭せっかいうまく描けんのですよね。どうでしょう、どうだろう、目頭せっかいうまく描けんのですよ。コモさんこんばんは、こんばんは、おはようございます。こんな感じ。はい、地雷メイクなんかなこれわからんけど、ギャルになっちゃったかも。地雷メイクってどんなんだろう。こんな感じ、ギャルメイクになったかもしれんな。あ、ちょっと待って、まつげ忘れてた。まつげこれじゃビューラーでちょっとで温めます。温めて眉毛あげます。眉毛じゃない、まつげや。まつげあげます。よいしょよいしょ、キュッ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 。上がったかな、上がってない。初見です、自然界さんありがとうございます。こんなお顔でちょっと申し訳ないです。分かったかな、顔が完成してきている。何々けど地雷じゃなくてナチュラルメイクに見える。そう、地雷メイクナチュラルかな。目頭せっかい描いたんですけどナチュラルに見える、ナチュラルかな。でもこれね、多分画面越しやけあんま伝わらないんですけど、はじめまして妹さんですか。違います画面越しなんであれなんですけど、結構マジでガッツリいってるんですよね。マジで直で見たらガッツリね、いっちゃいますね。はい、ナチュラルに見える、結構いってるんですけどね。でこれ次、これ初めて使うんですけどアイブルーム、アイブルームインフレッシュセパレートマスカラボリュームですね。初めてマスカラ使うんですけど、ウィーン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 、あーでもすごいいい感じかも。どうでしょう、地雷なんかな、地雷って、なあ見て、今のくしゃみでついたんやけどついたな、やばい、ついちゃった、見て、ついちゃったマスカラが。くしゃみかわいい、ちょっと待って、今のでさついちゃった、いっか、まあくしゃみかわいい、ごめん、くしゃみしちゃった、もう一回、もう取れん、取れんわ、取れんくなっちゃった、取れんくなっちゃった、もういっか。これをもう一回あげます。
どうでしょう。ギャルメイクになってない。絶対ギャルメイクになってないけど。ギャルメイクですね。地雷メイクにならんかった。地雷ってどんなんなんだろうな。地雷ってどんなんなんだろう。ちょっと待ってよ、アイメイクちょっともうちょっと足していきたいと思います。多分ここまで塗るんだと思う。ここまで多分塗っていくんかな。こんな感じ。地雷、地雷ってどんなんなんだろうな。涙袋、えっくいあるイメージ。涙袋な。涙袋もうちょっとしっかりかけましょうか。でもまあまあしっかりありますね、涙袋今。地雷メイク白もみるさん、吉田海さんのYouTube チャンネル見よう。え、結構ね、ちょ一回見たんですよ前。なっちゃんさん、こんばんは、こんばんは。こんな感じどう。結構でもあるよね。でも結構地雷じゃない今。いい感じ。これどうでしょう。地雷メイク、地雷かな。地雷じゃないか。全然地雷じゃないな。何があかんのか分からん。かわいいってキャスさんありがとうございます。地雷メイクいいねって。いけるする、いい感じ。ちょっとねがっつり入れた方がいいかな、ハイライトね。あれがっつり入れすぎた、ハイライト。たまったたまった。やばい。前の地雷スクショあるよって。わあ、え、でもこんな感じだと思います。可愛いから何メイクでも大丈夫。まあ地雷風メイク、地雷風にしとこう。テロップかよ、急いでテロップかよ。地雷風メイク、地雷風、あ、ん、地雷風メイク。はい、これでも証拠隠滅。リップはとにかく濃く塗っとこう。あら、やばい、手についた。手についたんやが。どうですかね、これで。じゃあ一旦完了にねさせていただきますね。一旦完了。よいしょ。どうでしょう、かわいいかな。一旦完了。こんな感じ。ちょっと前髪ごめんなさい、前髪あれなんですけど。こんな感じで、この後まだこれに髪型をしていきたいと思います。髪型していくよ。おしちゃんこんばんは、今日も可愛いよってありがとうございます。可愛いってほんまですか。スクショタイム。ちょっと待って、まだ髪型をさせてくれ。髪型をさせてくださいね。ちょっと待ってよ、またこれ髪からギャルピースしとく。ギャル、ちょっと待って。みんな落ち着け。みんな落ち着け。ちょっと待ってくれ。ちょっとね、アイロン今からしていきます。巻きますね。ギャンギャン巻いていくよ。どうしよう、ウェーブにするか普通に巻くか。まあでも一応地雷なんでウェーブでいきたいと思います。細かいウェーブでいきたいと思います。みんなに可愛さ、みんな可愛さに焦っていますって。そう、似合ってます。でもね、これ画面で見る件まだあるかもしれないんですけど、普通にね鏡で見たらね、まあまあマジで濃いギャルなんですよね。ちょっと待ってね。でこれにね、なんかね、ちょミストみたいなしたら、これなんかメイクアップキーピングミストみたいな、シュ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 でしたら
あの、はい、キープされます。これ5回ぐらい振ってください。ちょっと今1回しか振ってないんですけど、もうあのこれ外出ないんでキープは別にせんでいいかなということで、もういいんですけど、はいはい、これはストレートバージョンですね。ごめん、そろそろ抜けます。夜行けたら行けますね。お疲れ様って、ありがとうございます。ちょっと待ってね、これで今からアイロンします。ちょっとボロボロなんですけど、こちらの普通にコテでもストレートでもできるやつですね。で普通にアイロンしていきます。どうでしょう、いつもと全然違う。うーん、アイメイクかな。やっぱりメガ牛丼食べていた彼女と同一人物ですかって。そうですそうですよ、お忘れですか皆さん。普通にもうちょっとね、ちょっとこうして、アイロンがね、あの熱くなる間に、はい、ちょっと付け足します。多分なチフレでせん方が良かったかもしれん。こんな感じどうでしょう。結構ギャルになってきたと思います、個人的に。今日の朝は普通に食えた。食えましたね、全然食えたよ目元の何々のめちゃくちゃ似合うね。なんだなんだ、目元の何々の、ちょっとね、目尻の方にね、ちょっと若干、はい、キラキラ入れます。はい、でちょっと巻いていきたいと思います。よいしょ、クッシーでね溶いていきます。なんかね、食べ盛りやん、食べ盛りだよ。ラーメン食った次の日は腹減らん。え、マジで？それはすごすぎ。今日ね、逆になんか胃でかくなったんか知らんけど、めっちゃお腹空きました。なんか授業中お腹鳴っちゃった、普通に。グランキューブ大阪から見てます、やっほー、頑張ってね、ライブ楽しんできてください。ちょっと地雷メイク頑張ります、その間に。そう、やっほー、ガオー。はい、あ、温まったんで今からアイロンしていきます。そう、いいな、いってらっしゃい。今日からライブ、12周年アニバーサリーライブ、すごいな。来年出れるように頑張ります。自分もちゃんとね、メンバーとしてね出れるように頑張るので、ちょっと30日はいけないんですけど、待っててください。申し訳ない、ほんまに行きたかったですね。好きはしばらく食べないよ。そう、食べないですね。今日徳島県離れてオフィスに会えなくてピエンで78483と、なんて78483とカズさんもいますって何してたんですか。親父さん、こんばんは、はじめまして。グランキューブ大阪もうすぐ開演ですって。あ、お前行ってる、いいな、みんな楽しんでください。すごい、一緒に行っとんかな、楽しんでくださいねいいな、楽しんできて。1日参戦ですか皆さん。エクレアとプリンは今日でも食えるよ。そう、あ、全然食べれる。なんなら買おうか迷ったんですよね、今日スーパー取って帰り迷ったんですけど、やめましたね、買うのやめちゃった。グランキューブいい会場ですねって会場の感想。グランキューブ行ったことないです、ごめんね、ごめんねじゃないわ何がごめんねってなんか変に謝っちゃった。じゃーん、巻いてるよ、ウェーブ巻き。内外でしてます。エクレア4個もまあまあすごいよ。全然すごくないですよ、ちっちゃいんで。エクレアちっちゃいエクレアなので、全然1、2、3。あ、服部さんや、初見ですって
ありがとうございます。初見じゃないですけどね、もう全然、もうなんなら累計ランキング1位ですよ、服部さん。来年のメンバーとしてお星様が見たいですって。そうですね、来年はちゃんとメンバーとして出れるようにね、頑張りたいと思います。11周年の時はね出れたけど、12周年出れんくて、13周年は多分出れるように頑張ります。普通は1個で満足、増えて2個。うそやん、グランキューブ何かのライブで行った覚えある。グランキューブ行ったことない。大阪城ホール、大阪は大阪城ホールしかないかも。ないですね、大阪城ホールしか。1、2、3、よいしょ、見えるかな。ちょっと累計ランキング見てるのか、自分の確かめたわ。累計ランキングね、見てますよ。これが就職活動ですよね。先生に公認もらおうって先生何も話してない。ミスド全種類いけんじゃない。ミスド食べ放題あるじゃないですか。あれ徳島にないんですけど、ミスド食べ放題めっちゃしたいんですよね。友達と一緒に話してました。今年は推しの不在でライブ行かなかったけど、星ちゃんが合格したら絶対行くって。あら、推しが不在、来てくださいぜひ。自分が合格したら薄めの地雷メイクだねって。そう、なんかね、地雷メイク、地雷がわからんかったってかね、普通にギャルのメイクになっちゃった。なんかね、これね、画面で見たら薄いけど、直接見たら普通に濃いんですよね。まあまあ、もっと濃くていいってことかな。でも負けたよ。チリチリチリン。あんめっちゃ強い。アイライン可愛い。何使ってますかって。でね、これはあれ、ラブライナー。ラブライナー使ってます。ラブライナーのあれ使ってますね。これマジで落ちんくて、ほんまに学校一日中つけても全然落ちんので、マジでおすすめ。なんかね、Dアップさんとか取りにくいって聞いたんでやったんですけど、もう落ちにくかったんですけど、やっぱりラブライナーの方が落ちんかなって自分的には思いましたね、使ってみて。こんばんは、こんばんは、こうきさん、こんばんは。ラブライナーちょっと重いんですけどね、シンプルに。マクと地雷感出てくるねって、ほんまですか。かんちゃんさん、こんばんは、こんばんは、皆さん、こんばんは。ちょっと50方針ありがとうございます。ちょっとね、今ちょっとただいま髪の毛を巻いてる最中ですが、もうすぐ完成いたしますので、もう少々お待ちください。ミレルンっぽく見えるのは気のせい。本当ですか、嬉しいですねラブライナー重いよね、教えてくれてありがとうって。そう、ラブライナー重いですよね。なんだっけ、なんか、まあ、もしその重いのが嫌な人とかは Dアップがおすすめですね。ラブライナーしかも高いんですよね、地味に高いですよね。あれちょっと高いから、学生とかはもしかしたら Dアップの方がいいかもしれないんですけど、自分はラブライナーがいいかなって。ちょっと今回初めてね、ラブライナー買ったんですけど思いました。服部さんありがとうございます。服部さんありがとう、星いっぱい投げてくれて、もう本当にありがとうございます。全然もうほんまにゆっくりしてってください。ひろいまさん、お星ちゃんこんばんは、お久しぶりですね。さっきぶりです。お仕事お疲れ様です。ひろえもんさん、終わったんですか。地雷メイクこっちも終わりました。地雷メイクっていうか、地雷メイクなんかなって感じのメイクですね地雷メイクって言っていいのかわかんないけど、はい。
壁がさ邪魔すぎて肘が。新幹線なので途切れ途切れですが見ていますって、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと途切れ途切れ、電波悪いんですね。新幹線乗ったことないかもしれん自分。あっち1、2、3、4、はい、よいしょよいしょよいしょ、いい感じいい感じで、これ顔周りのね毛を外に巻きます。ちょっと待ってよ、おいしょ、うん、こんな感じ外にね巻きます。またまたね、しっかり周年ライブ楽しめますって、ありがとうございます、バイバーイありがとう。よいしょ、うん、ジュラインメイクと言われ目の、ま、周りは抑え気味やね、でも可愛いから、OK、やっぱり目の周り抑え気味ですかね。いやメイクってどんなんですか。ちょ分からんくなってきた。もうちょっとねじゃあ塗りたいと思います。ちょっと待ってね、前髪まだアイロンできてないんで、前髪のアイロンできてないのでちょっと待ってください。ちょっとね、このこれで塗っていきたいと思います。やっぱり巻き髪は何割かましで可愛いって、ありがとう。これぐらいでもね、結構してるんですよね。もうあこういう感じかも。来た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 。マジで殴られた目みたいになってけど、いけるかな。いけるかな。なんかマジで殴られたみたいな目だったよ。こんな感じ。どう？普通にもう全体的に塗ってみました。こんな感じじゃん。来た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 。右がっぽいことないですか？結構。こんな感じだよな。なんかこう見たら本当の JK に見えます。いや本当の JK です本当の JK ですよ。こんばんは、ガチさんこんばんは、アスカくんさんこんばんは。髪薄いのかな、髪薄い、一気に濃くなった、濃くなった。太もの花束さんこんばんは、こんばんは。シューリーさんこんばんは。地雷メイクって地も目尻が真っ赤のイメージ、目尻が真っ赤、あーなるほど、マッカ持ってないんですよね。マッカマッカマッカ、あーね、こういう感じ。どうでしょう、どう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 ですかね、こんな感じどうですか。めっちゃ可愛いって、ありがとうございます。こんな感じどうでしょう。まいちゃんのいのちさんこんばんは、こんばんは。こんな感じですかね。よいしょ、でこんな感じ、こんな感じですかね。でこれで前髪巻いていきたいと思います。前髪巻いていきます。服部さん、大石さんもありがとうございます。これで前髪巻いていきます。ほんのりほんのり
てるよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。来てますか？よいしょ。チキベイさん、いいね。ありがとうございます。よし、こんな感じじゃね？こんな感じじゃないですか？どうでしょう。よいしょ。こんな感じかな。どうぞ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 。どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。こんな感じかなと。よいしょ。いや、これはね、これどうだろう。あかりの動画チェックしてみたって。まだね、見てないですね。直前には見てない。地雷メイク難しい。え、でもね、ほんまにこれ動画で見たらなんかちょっと薄く見えるんですけど、マジで直で見たら全然濃いんですよ。かわいいやん。ありがとうございます。よいしょ。じゃん、どうでしょうか。完成です。自分的には何点ぐらいですか。どうだろう、60点ぐらいかなって思ってます。60点ぐらいかな。あんまりちょっとね、ちゃんとできなかったかなって感じですね。自分で切ってるとは思えないぐらい完璧な前髪。ほぼ前髪自分で切ってますね。どうでしょう、完璧。地雷メイク完成です。はい、どうでしょうか。イエーイ、完成、完成しました。イエーイ。どうでしょう、どうでしょう。どうでしょうか。こんばんは、また来ましたって。まさやさん、こんばんは。70点あげちゃう、ありがとうございます。もうちょっとリップ濃くなりますね。はい、こんな感じ。どうでしょう、分けた方が良かったりする。こんな感じ。いや、まっすぐがいいんかな。こんな感じ。どうでしょう、やっぱ変わるねって。バッチリメイクやんか。スクショタイム、スクショタイムいきます。な、どういうポーズすればいい。ギャル。どうでしょう、分けない方が好み。じゃあそのままで。量産型地雷女子、量産型地雷女子。変わる、いい感じ、いい感じなんかな。いつもとどっちがいいですか。いいね、いいね、ありがとうございます。よかった。ペコちゃんも、ペコちゃん、よいしょ。もうちょっとこっちをしっかり巻きます。よいしょ、しっかりしっかり巻いて。1、2、3。めっちゃ可愛いスクショたくさん撮れたって。可愛いやつに添えてください。じゃあ前髪がなんかあんまりなんかパッとこんというかあれなんですけど、
愛いスクショ撮れたわって、あざすって、ありがとうございます。巻き髪なんで。どうでしょうか皆さん、地雷メイク瞳に吸い込まれそうに、イエーイ目すごい、結構がっつりキャラも変わった。ほんまにキャラ変わった。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、止めねん、ない、誰ってな、二重が生きるねって、二重です。量産型地雷風メイクです。完成、イエーイ、完成しました。何時から始めたっけ配信、6、7時半か5時半から1時間ぐらいねしてましたね。キャスさん可愛いよって、ありがとうございます。え、こっちの方が可愛いですか、いつもより。マジでな、ほんまに直で見てほしい、びっくりするよみんな、ある意味マジでびっくりする。ハートありがとうございます。あまり画面によらないで眩しくて目が開けられないって、いやー嬉しいですね。ツインとかも似合いそう。メイクしたところで自己紹介しよう。はい皆さんこんばんは。はい、 NMB48 第9期生オーディションエントリーナンバー103番の高島家出身、高校3年生18歳です。よろしくお願いします。18歳だよ、高校3年生です一応。はい、ツインテールね、ちょっと待ってね、紙ゴムが向こうにあって、ちょっと取ってきてもよろしいですか。またまた失礼いたします。よいしょ、撮ってきます。お星ちゃんです。お星ちゃんだよ、帽子の人です。帽子の人ですね、はい。1225人、皆さんありがとうございます。多分結構みんなライブ行ってるから。服部さん、ハートありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとね今日あれなんですけど、ありがとうございます。こういう感じかな、量産って、量産じゃないわ、地雷か。地雷の人ってさ、なんかあの多いイメージありません、こういうところ。うわ、ハートありがとうございます。これから賛成しますって。全然、ぜひぜひ。今地雷メイク終わったんで、今終わりましたね。よいしょ、かわいいスクショでツイッター拡散したよ、ありがとうございます。よいしょ、こういう感じ、こんなんじゃないマジで。でもこんなんですよねこんな感じですよね多分。よいしょ、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 どうでしょう。
こんばんは、徳とまるさん、こんばんは、徳島県応援しますねって、ありがとうございます。徳島県出身です。ごめんなさい、顔がねちょっとこんなんなんですけど。どうですか、お出かけ会って。そんなこんなんでお出かけしないです。おしちゃんの、おしちゃんステージの時間ですよ。やばいやばいやばいよ。ちょっと待って、前髪がねいまいちいい感じにならないということで。こんな感じどうでしょう。今日の雨ごつかったねって。今日雨すごかったですね。徳島県はずっと雨でした。イエイ。ツインテール、これぐらいね、なんか遅れ毛出ますよね。なんかこれぐらい、今日も可愛いよ、ありがとうございます。 JK に見えます？メイクほんまに似合うんけんな。ユキですよって、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いっぱいいっぱい、よかったです。あ、消えちゃった、消えちゃったわ、ちょっと消えちゃった。よいしょ。ああ、かわいいって、ありがとうございます。いける、なんかちょっとふけて見える、ちょっとなんか自分がしたらふけて見える気がする。いけるかな、マジで。ふい、よし。釣り師になりそうで心配ですって。釣り師にはねなれないですね。ちょっとそういうタイプじゃないんですよ。釣るよみたいな、釣るよって言うけど、ツインかわいい、ありがとうございます。何時まで配信しますか。何時まで配信しよう、全然ね特に決めてないんですけど、今地雷メイク終わったばっかりなので、もうちょっと配信しようかなとか思ってます。ハイフェヨさん、こんばんは、こんばんは。どう、サムネの人と全然違くない。皆さん、初訪問の皆さん、これ普段じゃないので、地雷メイクしてるので、ちょっと普段の顔も見に来てください。釣られた人は漏れなくスターズ、皆さんスターズになりましょう。チュ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 ン、イエーイ。ブリッコやってますね。ブリッコ、ブリッコだよ。ミルキーみたいになりたい。ミルキーみたいにはなれないですね。なろうと思ってもなれない、あれはなれないですね。あんなになんか愛嬌がないです、自分には。人懐っこくもないし。こんばんは、こんばんは。サムネは100点満点中何点？ 1。 ワルキー歌える？ちょっと待ってくださいね。謙虚、謙虚ですか。まあ謙虚に生きていきましょう。いきます。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。筋肉を座らせてよ、どれくらい硬いの。ワクワクしてるわ、上腕にと筋ってセクシーだね。ててててててー、釣られたい、パンパン打たれた。イッチ全く気に入ってないやん。そう、全然なんかあれあかん。ててんててんてんててててて、今日のバッグなんだか重くて、
そう誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭だだだしてて、てハートをつってみた、甘い元気でてて、ちらりと見ておねだりするの悪気、筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、高くてて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 、たくさん実際行ってみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、じょわりと筋ってセクシーだね、全部持って。確かにサムネが違ったら初配信見れたのにって、どうなんかね、すごいねダメなんですよね、あれなんかね、あかん、すごいね、前髪もあかんし、顔もいまいちやなってお母さんに言われた。ショーンさん かわいいって、ありがとうございます。めっちゃメイクしてますが、いやいや十分人懐っこいですよって、ほんまですか、全然なんですよね。でも多分昨日のスクショは中学生に見えるけど今日は高校、ほんまにほんまに、てか昨日が中学生って思われとったことにびっくりないけど可愛い、ありがとうございます。服部さん、ちょ消えちゃう消えちゃうこれマジで、パーン、どういい感じなんかなこれは。赤さんこんばんは、こんばんは、スクショタイム、いやこの今日しかできんけ、今日しかできないのでこの髪型は今日限定です。皆さん多分もうこれから一生やることがない、いろいろメイクや髪型でいろいろ遊べるのいいねって、そうですね、まあ暇つぶしになると思いますいい感じですかね、大人っぽく見える、じゃあメイク落とし配信に、メイク落とし配信全然いいですよ、メイク落とし配信します。三次審査それで言ったら絶対受かるよ、え絶対受からんこれではいけんな絶対受からませんよ、これは絶対受からん、こんなメイク濃い人受かる気がしてないですね。しマスクにベタベタになるのが嫌で、こっち明日からもこのメイクで配信してほしいくらい可愛い、ほんまにやば、いつもよりもいいってこと。でもねメイクした方がいいってね、なんか配信多分ね、でもね実際見てほしい、めっちゃ濃いけんこれ、ほんまに濃いよマジで、直接見てほしい、めっちゃ濃いけん、ほんまに見てほしい、めちゃくちゃ濃い、めっちゃ濃いで、マジでカラオケ配信しますかって、全然いいですよ、ちょっと向こうにやるね向こうにあるね、これカラコン入ってるしね、結構ブラウンめのカラコンが入ってます。チューズミーさんのピーチブラウンじゃなくて何やったっけな、これ画面に映ると白飛びしちゃうんだろうね、白飛び、あーそう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 、多分そうですね、あこんな感じになってます、こんな感じですね、ほぼすっぴんメイクと今のメイクどちらもいいよって、どっちもいい感じ、ほぼすっぴんメイク今のメイクよかったです。でもこっちね、ほなけん多分ほんまに白飛びしとうけん、まだちょうどいい、ちょうどいいっていうかいい感じになっとうかもですけど、マジで直接見たらあんまかも。ナチュラルメイクが好きですって、ナチュラルメイクが好き、ショールームは美白モードがあるからね、あーなるほど、
消したらいいんかそれ。美白モード、美白モードって何？んな写真集出しましょうよ。出そう出そう出そう、いろんなメイクで出します。ほんまにね、ほんだけ友達とかにはなんかマジでメイクない方がいいよって言われる。ナチュラルの方が絶対いいって言われますね。結構ノーマルカメラとかで撮ったらまた違うんだろうなって思いますけど、どうなんだろう。よいしょ。モーリーさんこんにちは、こんにちは。買いますって、ありがとうございます、お買い上げ。よいしょ、ありがとうございます。こんな感じですね。写真集10冊買いますやって、やば、すごい、いっぱい買ってくれる、ありがとうございます。出してないんですけどね、まだ。1397人の方ありがとうございます。今学校では何を習っているんですか？何を習っているんですか？勉強普通に習ってますよ。何を習っている、もう普通にほんまに義務教育、義務教育じゃないわ今は、もう義務教育ではないけど、まあ普通に なんか普通に勉強習ってます。文系なので、あの国語系が多いですね、時間割は。FM 徳島に大学の先輩がいます。テレビ局？ FM 徳島でテレビ局ですよね。うーいしょ、はい、ちょっと前髪がね、なんか前髪の範囲なんかめっちゃ狭くて、自分横髪、ちょっと前髪がね、なすちょっとないんですよ、あの横に。ちょっとだけ、ちょっと横に前髪をちゃんと作りたいんですけど、この範囲しか前髪のなんか範囲がないんで、作ります。前髪ちゃんと。ラジオ局、ラジオ局か。たまちゃんさんこんばんは、こんばんは。やっほー、地雷メイク中です。何分までしようかな。次はあ、これぐらいにしたら黒く見えるんちゃう。次は何分からでも8時半とかに終わろうかな。んで8時半か9時ぐらいに始めたいなって思ってます。9時にするかな。7時半までして9時からしますね。指長くて細いからギター、ギターめっちゃ弾きたくて、ギターほんまに弾きたい、ギターめっちゃ弾きたいんです、ギターめっちゃ弾きたいんですよ。ギターめっちゃ弾きたくて、めっちゃ弾きたいんです。ちょっとほんまにギター弾きたい、ギター弾けるようになりたいってめっちゃずっと前から思っとったんですよ。中学生ぐらいからずっと思っとって、でもなんかね、きっかけとかないけん弾いてないんやけど。皆さん、 NMB48 第9期生オーディション、はい、103番のお星様です、お星ちゃんです。はい、まあ、ただいま地雷メイクの配信をしております。徳島県出身の高校3年生18歳です。よろしくお願いします。ぜひ皆さんこちらハッシュタグナンバにお星様でツイッターの拡散お願いします。今日はねちょっと地雷メイクしたので、皆さんビフォーアフター撮ってる人、全然ビフォー撮ってない人でもアフターだけでもいいのでお願いします。拡散待ってるからあげるよってください。全然ギターかっこいいよねって、かっこいい、ほんまにかっこいいな。皆さん地雷メイクで拡散よろしく。どういう地雷の子ってどういう感じ、こういう感じ、こういう感じですか、こういう感じ、なんかこういうどういう感じなんだろう。やる、
ギャル、ギャル。どういう感じなんだろう。眠るのトゥ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 、出ても生きていなくても、何しようかな、何でもいいんだけど、アカペラする？アカペラアカペラしようかな。残りの時間アカペラ、それかメイク落とし配信、メイク落とすかアカペラ配信、どっちがいいですか。メイク落とすかアカペラ配信、メイク落としする、半分みたいにする、3年みたいに弾き語りできる、めっちゃしたいんですよ弾き語りとか、ほんまに憧れ、できる人おりますよね、いいなと思います。ジャングルジムの上、初めての星、みんなで見ていた、どこか誰かから聞かされた星、長い長い道のりだった、この場所に来るまで。どっちがいいですか皆さん、メイク落としか、メイク落とし配信かで、ちょっと半分にしてみるとかか、何やっけ、アカペラか、どっちがいい、メイク落としかアカペラ。長い長い道のりだった、この場所に来るまで、ジェ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 、幻かと思っただけど、やばい、歌えるかな、アカペラ、アカペラがいいですか、アカペラがいい、両方。さやね元気かな、さやねでも復活しましたよね最近復活しましたよね。アカペラ両方、アカペラが多いな、アカペラにする、アカペラにしようかな、何がいいかな、アカペラ、アカペラがいいみたい、みんな何にしよう、何にする、歌に聞いてしまうやんって、全然聞いてくださいちょっと分かんない部分はダダダダダって言うときますねいっぱいあるんで、落とし穴、うわ歌えんのよな落とし穴、アカペラで落とし穴歌え、またちょっと こんばんは、おつまゆめさん、こんばんは、かわいいねってありがとうございますかわいいですかねこれ、地雷メイクいけてます、こっち、にゃんにゃん猫にゃん、あ、そういえばこっち、この中にアイライン引く忘れてた、ここの目のとこにメイク変えたって、今地雷メイクです、これやっぱりグループ関連がいいよねって、グループしか歌えんくてそう、走り出すバスを追いかけて、僕は君に伝えたかった、心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ、こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう、僕が僕であるために衝動に素直になろう、大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走
走る大好きだずっと大好きだ声の限り叫ぼう大好きだ君が大好きだ息が苦しくなるよしまっておけない大声ダイヤモンド大声ダイヤモンド埋まってありがとうございます来たってキングたいやけさん遊びに来たよっていらっしゃいませいいねってありがとうございます桃野さんフレッシュミアリーさん本当ありがとうございますわあジャケベイさんもゆいさんもパチパチパチありがとうございますジャケベイさんありがとうございます嬉しいですよかったみんないた、いたみたいでイエーイさすがってありがとうございます何かありますかリクエストちょっと歌えないやつもあるんですけどごめんなさい歌えないやつがあるから自分でもやってた方がでも確かにいいかもしれんなリクエストあったら何か言ってくださいって感じでやっていこうかな何しようずーずー海のうちもっと深い青だ湾の内側の海は色変えきるなぜ恋人たちはここまで来るのだろう愛をささやくには波音が必要原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋わざと山川を選んできたそういう目で君を見ない僕らのユリカ発見したんだずっと近くにいたのに初めての感情を夏の太陽に目を細めた時君のことを綺麗だと思ったありがとうございますフレッシュミオリさんありがとうフォローしましたって横浜たけしさんありがとうございますチューズミなんだろうわからんわ歌合格ちゃうって全然もうなんか緊張して歌えんのですよね歌はねチャゲベイさんありがとうございます青春のタイムって歌った歌ってないですよ歌いますねいきまーす君との約束を忘れたわけじゃなくバスケの練習で遅れてしまったんだ彼女を待たせてるからなんて言い出せやしないだろう学校を出て駅までの道あ全力疾走青春のラップタイム競うみたいに息を切らし汗びっしょりになって一秒でも巻き返そうただ一つの理由は好きだからありがとうございますありがとうございます青春のラップタイムですびっくりした出だしさやねえかと思ったってもう全然嬉しいですすごい言っていただけることすごい多いんですけど全然そんなことないんで嬉しいですねでも憧れなんでふわーチェサヤーチェさんありがとうございますこんばんは来ていただいてありがとうございますチャキベイさん音符ありがとうございますありがとう
西京のお日様さんうまいってありがとうございます。よかったです。よし、ありがとう皆さん、パチパチパチってありがとうございます。じゃあ次の曲いきたいと思います。えい、ちょっと待ってね。よいしょ、いきます。風に向かってずっと歩き続けたんだ。どこにいるのかわからずに何かに逆らいたかった。道は果てなく僕は無我夢中だった。少しでも気を緩めると心が吹き飛ばされた。人はなぜ生まれるのだろう。いつか死んでしまうのに辛い毎日の中で生きる意味を知りたかった。太宰治を読んだかと聞かれた。君と出会った日、正直に言えば僕は読んでなかった。近くの本屋で伝説語った。ファミレスに入ったすがる、なんかこれ2番混じった。料理ページめくりながら自分探した。なんか2番混じったかな。2番混じった気がするごめんなさい、今混じったかも。やばいな、ジアイメイクが歌うたよってアカペラなしかもいけるかいね。やば、ありがとうございます皆さん。すごい、初訪問の方いっぱい来てくださってる、ありがとうございます。1792人の方ありがとうございます。でもちょっとライブがある人とかも結構いらっしゃると思うんですけど、ごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございました。お星投げてくださってる方もありがとうございます。ありがとう、ポチポチポチってありがとうございます、ありがとうございます。何かリクエスト曲あったら言ってください。全然全然ぜひお待ちしております。50どうぞ。そんでアウトドア派インドア派、もちろんアウトドア派でもね、全然休日とかでも一人でいろいろどっか行ったり全然してます。ツーデスさんこんばんは、こんばんは、やっほー。全然ねしてるんですよアウトドア。太田、太田、恋と愛とその備え、恋と愛のその間にはぬたたたたた眠るのだろう。同じようにてててあえるけどどの深さが違うんだ。ごめんなさい、まだあんまり覚えてないあんまり覚えてないんですよ。恋と愛のその間にはだれだれだれだ眠るのだろう。同じように見えてはいないんだ。だだがさがちだだんだ。ちょっと全然わからん、覚えるのほんまに苦手なんですよね歌詞。服部さんかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。服部さんダンスは好き、得意、得意、あ、得意、好き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 。神奈川のトラドーさんこんばんは、こんばんは、イエーイ。ちゃんと覚えてからだねって、そうごめんね、ちゃんと覚えてからですね、ほんまに。踊りなさい、踊りなさい、え、僕らのエリカだったら踊れますね。カモネギ早速現意現状危険でも聞いてリクエストする曲頭から飛ぶんよ、ほんまに。そんなそんななんかあるかな。
テテテレレテレテテテテレレテレテテテテレレテレテテ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 テ誰のことならどんなことだって私が一番知ってるの。あ、いや、何やったっけ、何度かタンタタタタタタタ、やばい、久しぶりすぎるこの曲。ジェットコースターが嫌い、本当はタタタタ、本当は私、本当だだ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 、誰より彼のこと理解してるの。エナミライト無糖ケジのファンで、あれ、ジェットコースターが何やったっけ、忘れてた、やめよう、ごっちゃごちゃやごっちゃごちゃや、目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、ティテラ天気でエヴァフリーク、癒しレスと発信が大好きで、ジェットコースターが嫌い。こうか、調子悪くないか、全然ね、すごいアピール頑張ってる、絶対合格って。ちょっとね、歌詞がないとほんまに分からんくて、歌詞覚えるほんまに苦手なんですよ。歌詞覚えるマジで苦手、全然覚えなくて、メロディーとね歌詞が。こんばんは、ナンバーオタクのくせにコンサート行ってない人ですって。全然もうね、全然もう大丈夫だと思います。全然大丈夫ですと思います。オタクでもね、やっぱ平日って難しいですよね、やっぱりお仕事とかも皆さんあると思うので。フリークスよりトランクス愛よ、遠よ彼の、あ、間違えた、あかん、もうやめとこ。ちなみにこれリアルに俺の特徴なんよね、ハライチライスと阪神が大好きでジェットコースターが嫌い。こっちは全然嫌いなもんないですね、この中で。ジェットコースターも大好きです、ジェットコースターめっちゃ好きですね、乗ります。ユニバだったらフライングダイナソーね、乗ったよ、乗れる、あれ楽しい、フライングダイナソーめっちゃ楽しいですね。バックは怖いですね、バックとか前は怖いけど、あのあれドリームザハイライトが怖いけど、あかんねんなマジで。ちょっと待ってよ、何があるかな。こんばんは、初訪問と思ってます、綺麗な方。初訪問なんですか、全然見たことありますよ。何にしようかな。天神姫って最初どんなんやったっけ。ヒラパは、ヒラパ行ったことないかな。ヒラパ、ヒラパ、目玉焼きにはケチャップ、目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、熱いフォロワー苦手。ああれ、これリアルやん、目玉焼き、目玉焼きにはこっちは塩コショウと、ん、塩コショウと醤油かな。熱いフォロワー苦手、あっちは苦手かな、こっちも。あっちあっちは、いやでも入るかも。あ、そうや、ナイスナイスです、ナイスです、ありがとうございます、いきまーす。部屋に運び込んだデンマークのソファ、片隅奥には大きすぎた、店先で見た時運命感じたのに、頭で描いたイメージと違ったね、僕たちが付き合い始めてから、うん、ハートのサイズも微妙にずれてきたのか、天神はいつだって君らしい愛し方
僕のこの手に噛みつき、じゃれてるつもりなんだろう。いたずらっぽい目で尻尾をずっと振ってる。だけど今は凶暴すぎて顔をしかめてしまった。2年だよ。あ、やっぱりあれって2年っているん？なんかね、なんかね、何やったっけ、あのカラオケで天神姫歌ったら2年って歌詞出てこんかったんですよね。あれだけど何かと思った、自分が間違ったのかと思いました。長時間配信頑張って。そうっていうかさ、9時半までの予定だったんよ。びっくりした、今21分だった。ありがとう、教えてくださって。服部さんありがとうございます。チャキベイさんもありがとうございます。すごい頑張ります、イエーイ。ちょっとじゃあ終わろうかな、もうそろそろ。次ね9時から配信したいと思います。ネアビーのファーストアルバムが見つからないよって。9時半まで、そう9時半までです。うん、9時半なんで、ね、ごめんなさい止まっちゃった。あら、あそっかアイロンしてたんだった。19時半までですね。よいしょ。はい、ではちょっとランキング読んでいきますね。はい、いきます。13位まさやさん、まさやさんありがとうございます。12位ひろさん、ありがとうございます。11位ゴーさん、ありがとうございます。10位はしさんありがとうございます。9位すくさん、すくさんありがとう。8位 TM さんもありがとうございます。花いフレッシュメロンさん、ありがとうございます。6位まさしさん、ありがとうございます。5位かずみさん、ありがとうございます。4位みやつよさん、ありがとうございます。3位チキベイさん、ありがとうございます。2位タルゴンさん、ありがとうございます。1位服部さん、ありがとうございます。19時半から21時まで違うよ。で、次が9時からです。配信ありがとうねチキベイさん、はーい、ありがとうございます。本当にありがとう、ありがとうございました。で次の配信は9時から10時ってことって、そうです、ありがとうございました。お疲れ様でした。服部さん1位ありがとうございます。はい、皆さんパチパチパチ、あわっこ星ちゃんを押していきましょうって、ありがとうございます。押してください皆さん。ただぜひね、次こちら難波に応募したまでツイッター拡散してください。ハッシュタグ NMB48 第9期生オーディションもね、ぜひつけ取ってくださったら嬉しいです。でもそっちでみんなね計算する人が多いかなと思うので、皆さんよろしくお願いします。はい、あ、星ありがとうございます。徳丸さん、ハッシュタグ南部に星様お願いします。何々配信していれば神セブン入りやろ。ん？星の部分が分かんない。遊びに来たよって、私ださん。ありがとうございます。1997人、あ、もうちょっとで自己紹介、もうさっき自己紹介しておきます。アイラさんこんばんは、こんばんは。皆さんこんばんは、はじめまして。 NMB48 第9期生オーディションエントリーナンバー10103番、徳島県出身、高校3年生18歳です。何やったっけ。頑張ります。おいちゃんって呼んでください。4位に届きそうだなんて、そう4位に届きそうなんで皆さんお願いします。ちょっと4位に行きたい。だいだいさんこんばんは、こんばんは。頑張りましょう、次の配信ちょっと頑張りましょう。届きそうで届かないんですよね。はい、でで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 、セクシーですか。ヒュー、セクシーって書いてる。セクシーとか無縁です。ヒュー、どう、セクシーってこれ言う。いける。次はねもうメイク落としてくるんで。お願いします。
よいしょ、熱ないとか言って、暑い、めっちゃ暑いです。2022ありがとうございます。2022最後一曲アカペラしようかな。はじめましてであります。ショートケーキのいちごは最初に食べる派です。おお、ショートケーキのいちごはね、一番最後に食べる派ですね。まるやだ、まるやみるるに見えてきたって。そんな全然恐れ多いです。そのままで弾き語りだと思ってた。弾き語り、あ、そのままね。え、もう全然落としてくるよ、落とします。パンプーメイクそのままがいい。落としたいんですよね。なんかキラキラで。モデルさんみたいですねって。全然そんなことないです。ありがとうございます。カラオケ使えないのって。カラオケ使いますよ。全然、次カラオケしようか。でもね、まあいっか、カラオケしようか。よし、アンケートだ。何のアンケート？そのまんまかそのまんまじゃないかのアンケート。カラオケ？アカペラ？うわ、めっちゃ落としたいんやけど。ちょっと落としたいです。落としに入れてください、皆さん。え、メイクのアウトドア破壊のアウトドアです。メイクの投票、メイクね、ちょっと待ってな。じゃあ1が落とす、2がそのまま、はい、投票してください。落としてきてくださいって。こんばんは、てか誰てか誰。そう、あのね、メイクしたから顔が誰って感じなんですけど、しっかりお星ちゃんです。はい、皆さん、こちら1か2、みんなお願い、絶対に落とすに入れて。落とそう、落としたい。めっちゃ落としたい。もうほんまに落としたい。このままこっち家族の前に出るのがちょっと嫌だ。落とそう。3がマジックで塗りたくる、やばいな。落とそう、みんな落とそう、お願いな、お願い、絶対2を投げないで。振ってる、振るよ。もう1落とす、2そのままお願い。1111111、みんな1111、絶対に1がいい。お願い、落とそう、正直落とそう、落とそう。なあ、2、多いって、2が絶対に。1全然飛んでないもんだって。2やん。てかもう30分くるわ。まあいいや、30分で終わりにしよう。これやばない、マジで。この顔いける？うちいろいろしたいことがあるんですよね、この後。お願い、ちょ、もう2はいいので、お願い、1111、もう1どんどん、落とそう。落とそう、みんな落とそう、落としてすっぴんにしよう、落としてすっぴんにしよう。もうない。あ、よし、じゃあ締め切ります。みんな締め切るよ、いきます。3、2、1、終わり。ほら。おい、うわー、惜しいやん。でもうわー、あともうちょっとだったのに。1そのまんまやって、めっちゃ嫌なんやけど。これ2やな、2だ。こんなに落としてくれて、アンケートしてくれるやつ優しさが溢れてる。
全然。ちょっとでもどうする、アンケート取ったのに次の配信落としてきとったら意地悪よいしょ。まあまあまあ民意反映まあまあまあいろいろしてこよ。フルからよ、フルからよってフルけん意外と接戦、最初な2が圧勝、そう2圧勝だったな。なんかもうどん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 2しか振ってこもみたいな感じだったのに。まあいいわ、じゃあ今日はこの辺は1日終わります。あとちょっとなんで。ではすっぴん万歳、すっぴん万歳。普段もメイクやってる、普段はねメイクあんまやってないですね。アイメイクはあんましてないかな、眉毛とリップとアイラインぐらい。あらら、お風呂も後回しだね。お風呂は全然もういつも配信終わってから入ってますよ。絶対綺麗で可愛い。憧れてる先輩は誰ですか？OG だったら山本さやかさんと、NMB だったら山本さやかさんですね。すっぴんで盛り返したみんなすっぴんって言った喧嘩。ふむ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 、はい、じゃあまた皆さん後でお会いしましょう。バイバーイあーそのままかこの後壁に穴開けないでねって、開けないです、頑張ります。またねみんな、あと9時からかな、9時からまた会いましょう。ささやきはやばい、スピスピスピバイバーイ、また後でね。あ、徳とまるさんありがとうございます、ありがとうペンライト、イエーイまた後でねって、またねバイバーイ。みんな9時集合です。こちらツイッターの拡散もお願いします。バイバーイ、ナンバにお星様でこちら待ってます。さやねーま、歌もダンスもちょっと抜きに出てたよね。うん、もうさすがすぎた、抜けん憧れ、何でもできるからバイバーイ、ありがとう、また後でね、バイビー、バイバーイ、ありがとうございました。